手の内についてお話ししていこうかなと思います。弓のポテンシャルを最大限活かすための技術、矢に力を乗せられていない手の内って手首から先、手首から指先だけの概念なの？解剖学的な腕の定義っていうのはこの中心から指先までが腕って定義されてるんですよね。そしてね、ここからようやく手の内の整え方ということで、進めていくわけなんですけれども、その前にですね、手の内の整え方に行く前に前準備が必要なんですよ。この私の中で、正直手の内のここの形っていうのはどうでもいいんですよ。どうでも、どうでもよくはないんですけれど、ものすごく重点的に重きを置いているかって言ったらそうじゃないです。一番はもうこの腕全体の使い方、力の通り道っていうのをとても大事にしています。だから私の中で一番、その斜方八節の中で、緊張するポイントっていうかターニングポイントとなるのが、湯構えから打ち起こしして第三を取るとき、これが一番大事なポイントにしているところなんですね。というのも第三を取るときが特にそうなんですけれども、この腕の力の通り道っていうのを、考えたときに、腕の上側を使っていたらどうしてもねじ込む形になるんですよね。それではいけないと。じゃあどういう形で第三を取るのかっていうと、皆さんここまでは一緒だと思うんです。円相を作って取り立てして湯構えすると、でこの両拳は自分の肩関節の前に来るように湯構えをすると。そして打ち起こしは肩を回転軸に打ち起こしして、打ち起こしの高さは45度。ここまでは皆さん一緒だと思うんですけれども、打ち起こしをしたこの状態から第三に動くときにどう左腕を使うかなんですよ。私はここからこの左腕を観音開きにするように開いていきます。そうするとどうしてもこの胸骨まで使わないとこういう動きってできないんですよね。弓っていうのはこの手の内の回転軸そのままに移動することができます。この腕全体で捉えてるわけですよね。この挟んでるところでキルキルっと動かしているわけではないんですよ。私は腕全体でこう観音開きにして第三を取るようにしました。そうするとね、やっぱり肩線もそのまま残るし、左右均等っていうか左右と同じ動きができるんですよ。これがね、私の大きな気づきでした。さらに肩をわざわざこう詰まりに行かせるような動きって必要なくなるんですよ。もともと意味はないんですけれども、自分が気持ちよくなるような形って別にいらないんですよ。もう極端な話こうですよ。こういう形で第三を取るように変えました。これが力の使い道、腕のどこに力を通すのか。これだったらすごく分かりやすいですよね。中筋っていうか、この下筋っていうか、腕全体を使って第三を取ることができる。これが私の一つの大きな気づきでした。もうここまでくれば力の通り道であったりとか腕の使い方っていう骨の正しい位置に来てると私は思っているので、ここまでが手の内の整え方の前準備になります。とても喋りましたね。大変でした。伝わっていただけましたでしょうか。ではここからですね、皆さんが、知りたいであろう手の内の整え方っていうのをお話ししていきます。で私の中で、どこに一番苦労していたのかっていうのを先ほど述べたように、弓の回転軸がずれてしまうことだったんですよね。元はずがパンって前の方に暴れてしまうっていう、あんまり私的には美しくないなっていう働きをしていたので、これをどうしようかって考えた時に、別に手の内って何かをする必要ってなかったんですよ。私の中でその先ほど手の内、腕の定義を整えて力の通り道っていうのを整えた時点で、別に手の内で何かをする必要っていうのがなくなったんですよ。別に角みをかけに行くわけでもないし、頑張って支えるわけでもない。ただもうこの力の通り道をしっかり正したことで貝で普通に支えられるんですよね。だから先ほど言ったように前提条件が一番大事なんであって、手の内を作る、働きを何か作る、何かをするっていうのは私は全くやっていません。で実際にお話ししていくわけなんですけれども、ここからお話ししていきます。私の手の内の整え方、天文筋ありますよね。この天文筋を戸だけの左側に向かの角に当てて軽く挟みます。軽くでいいです。であとはこの三種を、この第一関節を添える、軽く弓を包んであげる。
包むっていうイメージが一番強いかなと思います。だけです。これだけです、私がやっている手の内は。であと、この人差し指伸ばす伸ばさないはいろいろあると思うんですけど、私は畳んでます。伸ばしてないです。これが一番なんかしっくり包んだ形になるから、これが好きです。伸ばすとどうしてもやっぱり挟むっていうイメージが強くなっちゃうんで、私の場合は結局そうなってしまうと上側の力のイメージが強くなっちゃうんで、で三種を揃える揃えないっていうのは、私は正直今の段階ではどうでもいいと思ってます。このどうでもいいっていうとすごくね語弊があると思うんですけれども、このね力の前提、通り道の前提っていうのがしっかりできていれば、この指の揃え方なんていくらでもどうにでもなるんですよ。そうです、こういう感じで弓を引いています。どっちかっていうとこうするとめちゃめちゃね的中率上がったんですよ。本当にね素直に矢が飛んでくれるようになりました、まあ、手の内の整え方については、私はもうこういうもう本当に最小限、特に何もしていないっていうことが分かっていただけたかなと思います。軽く挟む、そして、天文筋をしっかりと弓の角に当てる、これを回転軸として、いかにこの回転軸を崩さないように射を進めていくのかっていうのが大事っていうことを、皆さん分かっていただけたかなと思います。まとめると、この最後の前的思考って、まあすごくかっこいい言葉でまとめさせていただいてるんですが、この前的思考っていうのは、今まで私たちっていうか私もそうなんですが、他の人たちももしかしたら一緒かもしれませんが、手の内に関しては何かをしよう、何かをなんか取り付けるみたいな、何かいい技術を身につけるっていう感じでいてたと思うんですよね。私もそうでした。いかに手の内が良くなるためには何を得たらいいのか、何の技術を習得したらいいのかってすごく苦心してたと思うんですよね。でも私はこの解剖学的腕の定義っていうところで、そもそも手の内っていう概念はここだけじゃなくって腕全体で捉えることなんだっていうことを考えた時に、あ、特に対して何もいらないんだって逆に思ったんですよ。別に湯返りに関してはつのみ、弓と自分の手のひらとの摩擦があれば勝手に効くのだから、わざわざ何か自分でつのみをかけるような真似はしなくてもいいし、だからまずは手の内、ここだけで考えるんじゃなくって、皆さんも腕全体で手の内を捉えてみてはいかがでしょうかっていうのが私の手の内の解説でございました。皆さんここまで聞いていただきありがとうございました。私の伝えたいことは、まあ、9割方伝えられたかなと思います。まあ、この考えに至ったのが大体私去年の10月ぐらいだったんですよね。で、私が実際にその本格的にこう弓道の練習を再開したのって8月9月ぐらい、もうちょっと後かな、で11月ぐらいか、じゃあ11月ぐらいにこの解剖学的腕の定義っていうのをハッとした時が11月ぐらいだったと思うんですけれども、8、9、10月ぐらいって本当に当たんなかったんですよ。自分の中で割といい射してたつもりだったんです。でも手の内がやっぱりどうにも良くないということでね、考えた時にこの解剖学的腕の定義っていうのに出会ってから、的中率がその当時 10% とか 20% ぐらいっていう本当に散々な状態だったんですけれど、的中率っていうのは7割ぐらいにパーンって跳ね上がりました。まあ体が慣れてきたっていう部分もあるとは思うんですけれども、やっぱり手の内一つでこれだけ的中率っていうのも変わるし、何より矢の飛びが素直になったんですよね。ぜひね、皆さんもまずは手の内の定義っていうのをどこで考えるのか、手の内っていうのはここだけじゃなくって、もっともっと視野を広げて考えてみると、新しい手の内の価値っていうか、新しい手の内の使い方、手の内の考え方、割と哲学的な部分の方が皆さん気づく部分が多いんじゃないかなと思います。この動画がいいなと思っていただけましたら、皆さんぜひグッドボタン押してください。これ考えるの本当に大変だったんですよ。もう多分2ヶ月ぐらいずっと原稿考えてたんで、で動画の編集もね結構時間かかったりして大変だったんで、せめてよく喋りましたっていう方は高評価を押してください。今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。